チアゴ・ネイビス・アウグストは、ブラジル・パラナ州・クリチバ出身のサッカー選手。カンピオナーとブラジレーロ・セリエ・クルゼーロ・ EC 所属。ポジションは、ミッドフィルダー、ホワード。2006年、パラナ・クルーベからベガルタ仙台に期限付き遺跡で加入。8得点を挙げるも、高いポテンシャルを発揮しきれず、中盤以降は怪我もあり、スタメンを外れることが多かった。シーズン終了後、 期限付き遺跡期間満了に伴い、仙台を退団した。仙台での応援歌の原曲は、着ぐるみのたらこ、たらこ、たらこ。2007年に、古見年制 FC に遺跡し、ベガルタ仙台時代と同じく、ジョエル・サンタナ監督の下でプレー。ブラジルに帰国後は、某ラジオロを受賞するなど、大活躍。古見年セファンからは、プレースタイルがネドベドに似ていると評価され、二人の、 名前を合わせたネドベズの愛称で親しまれている。その後、ドイツブンデスリーガのハンブルガー SV に移籍。レアルマドリードに移籍したラファエル・ファンデルハールとの後釜として期待されたが、適応に苦しみリーグ戦わずか6試合出場に止まり、冬の移籍マーケットでサウジアラビアのあるヒラルに完全移籍。そのままフルスのフルミネンセに期限付き移籍した。2009年夏、 フルミ年生の期限付き移籍が終了し、サウジアラビアのあるヒラルに入団した。2011年1月、母国 CR、フラメンゴに期限付き移籍をし、無敗でのリオデジャネイロ州選手権優勝の原動力となった。2013年、サウジアラビアのあるヒラルに復帰した。2014年3月12日、AFC チャンピオンズリーグ2014の グループリーグ第2セアウェイでのセパハン戦で、コーナーキックを直接叩き込むゴラッソを決めた。このゴールで一時は勝ち越したあるヒラルだったが、同点とされた後の終了間際に、決勝弾を浴びて2から3で敗戦した。2015年7月24日、UAE のあるジャジーラに移籍した。2017年1月5日、クルゼーロに移籍。契約期間は3年間。 2008年3月、スウェーデンとの親善試合で、ブラジル A 代表デビューを果たした。2008年夏には、U、U-23 ブラジル代表として、北京オリンピックに出場。銅メダル獲得に貢献した。コパアメリカ2011のブラジル代表に、予備招集された。ニュースを聞いたネイビスは、フラメン語が僕に、セレソンへの扉を開いてくれた。フラメン語へ来て、 わずか5ヶ月で、無敗で、終戦試験に優勝し、代表に戻れるなんて、想像以上のスピードで結果が出た。セレソンのシャツを着て、コパアメリカに出られたら幸せだし、W 杯にも到達したい。と、落ち着いた様子ながら、キリリと意欲を語った。ありがとうございます。